適応障害で9ヶ月休職、孤独感に耐えられないです。友達にも病院にもきちんと通っているのに、とてつもない不安と孤独感で本当に苦しいです。耐えられない人は多いのか、詳しい見解をお聞きしたいです。と。 だから、適応障害で9ヶ月なので、まあ、結構長くなってきてるって感じですよね。うつの調子も回復があんまり遅いのかなと思います。だから、その孤独感がきつい場合、ちょっと治療が長引いているので、どうしてかっていうことを考えた方がいいと思うんですよね。だから、症状が重いんで、ちょっと治療方針を一回確認するとか、まあ、本当にきつい場合は、実家に帰ってる人も多いですね。東京とかは、実家に帰って治療してる人も結構いますね。まあ、そもそも本当にその感情は孤独感なのか もしくは別の感情なのかちょっと考えてみるといいんじゃないかなと思いますねまあでもうつの症状なのかなって気はしますけどねまあ治療をちょっと見直してもいいんじゃないかなと思いますけどちょっと聞いてみてください主治医に